円盤状エルテマトーデス。または、慢性円盤状エルテマトーデスとは、日光露出部である頭部、顔面、脂などに後発する原因不明の皮膚疾患でありる、円形内視不整形の隣接を伴う後半を特徴とする。全身性エルテマトーデスと異なり皮膚症状のみ、出現する皮膚原曲性エルテマトーデスの一つであり、全身の臓器障害は見られないが、一部するへ移行する。 場合がある。デラでは、日光露出部に、境界明瞭で毛穴解体を伴う、類円形内し不整形の公職局面が多発する。頭皮にかかる場合には、その部位の脱毛をきたす。また、外傷や中止などにより、新たな皮疹が出現することがある。デラの皮膚病変は、治癒過程で、色素沈着内し色素脱出、萎縮を生じ、反抗を残す。 ループスバンドテスト陽性例でらの診断は、皮膚の一部を切り抜く、皮膚性検により確定する。性検組織の病理は、表皮規定層の空方編成と、規定膜の飛行、角質の増殖及び角栓形成、神秘血管、付属機周囲の密なリンパ球浸順を認める。蛍光抗体直接法では、規定膜に免疫グロブリンの洗浄沈着を認める。 基本的に、デラの生命予防は良好であるが、個別の皮疹は、ステロイド外用に抵抗性であることが多い。長期感染炎するような病変では、稀に、有極細胞が,んが発生することがあり、デラの経過中に生じた、流気性病変に対してはこれを、疑い皮膚性検が検討される。日光が症状を増悪させるので、日焼け止めを塗ることが予防となる。治療としては、 ステロイド外用やタクロリムス外用が行われる。皮膚症状がデラ様であってもするを合併する場合には、蛍光ステロイドなどの全身療法が必要である。また、内服薬では、ヒドルキシクロロキンなどのマラリア治療薬が、皮膚症状に有効であり、欧米では第一選択薬の一つである。以前は保険適用がなかったが、2015年に日本でも承認された。 ヒドロキシクロロキンの長期間の効果としては、半数弱の人に有効であり、残りの半分は、蛍光ステイロイド薬等が必要になる。CM グランヘイガン、CM フォード、海、グラネス海、ニューバーグ、キューテニアスループスアロシーモットーシス、アンドザアソシエーションウィズシステミックループス、アロシーモットーシス、エーポピュレーション、ベースド広報等部1088、 ペーシセンツイスウェーデン。ブリティッシュジャーナルオブダーモットラジー164、1335、1341、ドイ、10.1111、J1365 から2133.2011、1272、X プミド21574972、ジュアンタオエトウ、スキマスセルカルシノーマコンプラケイティングディスコイドループス、 アルシー・モットーシス・イン・チャイニーズ・ペーシエンツレビュー・オブ・ザ・リテラチュア、1964から2010ジャーナル・オブ・ザ・アメリカン・アカデミー・オブ・ダー・モット・ラジー66695-696ドイ、10.1016 J ・ハット、2011.09-033プミド2242-1120スレッシュ・ポンジファニアーリー・ダイアグノシス アンドトリートメントオブディスコイドループス、アロシーモットーシス。ジャーナルオブザ、アメリカンボードオブファミリーメディシン22、206から213、ドイ、10.3122、ジャブフム、2009.02、080075、S、バヒー &SJ、マクギット、ロングタームレスポンスツーハイドロキシークロレクワイン、インペーシェンツウィーズディスコイドループスアロシーモットーシス。 ブリティッシュジャーナルオブダーモットラジー1 6 9 6 5 3 6 5 9九ドイ1 0 1 1 1 1 b j d 1 2 3 7 8ド二千三百五十2 3 5 8 1 2 7 4ありがとうございます。